ゲームちっちゃいな、なんか。マックスでしょ。あれ、この画面設定できるっけ。設定できません。設定できたで、ほら。できましたか。エスキープ押したら、これサイレントパッチじゃない。この画面でボリュームとか変えれんだよ。え、マジですか。前できなかったよね。で、この画面来て舞台メンバーとか出らしたらいつも設定できたんだけど、うん、あ、確かに確かに。サイレントパッチ、どうも TR です。今回紹介する裏アプリなんですけど、キャラクター選択中にボリューム変えれますよ。どうしようもない。そうしようもない。でもね。